韓国湿度ない？아니もちろんありますんで、ちょっと鹿児島よりはちょっとないと思います。鹿児島너무너무오네。南だからね。とりあえず屋台目も結構さ、外がやばくない？湿気あやばいよね。平日屋台目で飲むのと休日飲むのどっちが楽しい？あ平日なんで？なぜなら週末にはちょっと外国人とか本当に그냥旅行人たちが너무多いわ。あ平日にはめっちゃね、うん、平日には本当になんか本当に人たちと友達で会うことができます。あなんか本当に飲みが好きな人が来てるじゃん。飲みが好き6人7人ぐらい入れるんだけど、うん、結構日本人の女の子とも会ってるじゃん。ありますよ。すごいんですよ。すごいフューチャーされますよね、うん、握手とかね、うんされるぐらいね。なんかその時ね、いや私がなんかスーパースターから韓国で生まれましただけで、韓国から来ましただけでそんなに。えもしかして韓国人ですか？うん、でそれでその後私に韓国人って家にいる時はずっと愛してるって言ってるんですかっていうのと、あと何があったっけ？あ怒らないんですよねって、絶対怒らないんですよねっていうのと、あとお姫様プリンセス、うん、みたいに扱ってくれるっていうのと、うん、でいや、いや、日本人男性はって聞いたら、いや、無理無理。それね、違いますと思います。もちろんそんな人はいますし、でもいるんだ。もちろんいいし、送迎女性ここにいますずっと愛してるって言い続けるのか。それもちろんケースバイケースですよ。私友達怒らない怒らない。あ怒りますし、どうやって管理じゃないじゃない。韓国人男性が管理。日本人男性は怒るからみたいな。韓国人の結構私怒りませんや。ノーコメントです。よかった。그럼なんで日本人のイメージに韓国人がそんなに優しいとか、うん、そんなイメージがありますよ。あよ잘못あよ잘못。いやそれってやっぱドラマとか見てるからじゃない？4様めっちゃ多いよ。年齢がバレるじゃん。あ、いや、でも、でも、ユン様は本当に、本当は、ユン様が。ユン様がスタートだもんね。それで、その時から。グンソックンが来たでしょ。ちゃん、グンソックンが来たでしょ。そして、その次は、キム・ギョン・シク。その後にも、K-POP とか、ドラマとかが出てきて。ユン様の時、完全に、その時 100% たイメージがわーしましたかも。穏やかで、怒らなくて。うん。喧嘩したりとかうるさく言われたりした時に日本人ダンスよりもキレが多いから逆にショックも起きそうな感じはするけど、チャゲの中でそんなイメージがあるヨジャとラブしたり。あになんで？あに私それ私なんや。例えば私が、あおはようございますですけど隣でプリンスが起きてたあ私ミズ먹어야지隣でホール너무특히아고가야바すぎるな。でもイメージが強い人とラブできるって話。あイメージが強い人とラブとかできません。できません。なぜ？なぜなら彼女たちの K-POP とか K ドラマ見てなんか好きなエクターとかがあるじゃないですか。うん、私は金京氏が一番好きな人とラブしたい。その中で一番チャギが一番だからラブじゃん。でももし彼女に質問で海で左は金京氏、右は白鵬ならば誰と住んでいますか？もちろんそのおっぱじそんなじゃない。クルクは正直言って、クルクはもちろんもともと K-POP とか韓国ドラマ見ない人でしたけど、それでも 1% なんかどこから聞きますイメージがありましたな。私韓国ドラマ見なかったんだけど、妹とお母さんがめちゃくちゃ韓国ドラマのシャーDVD すごいなんかあって家にコレクションみたいに、うん、ちょっと 見たっていうか、うん、お母さんが見てるのを見ててすっごいなんかこんなとかしてるから。でもさ韓国人って彼女じゃないよじゃあでもめっちゃ優しい。それねケースバイケース。手際は私はそんな人じゃない。何優しい正直めっちゃ怖いじめっちゃ怒りますよ。すいませんマジかすいません。嘘本当本当대전のヒトラーや私。でもなんか日本人の男の人は彼女だけに優しい人が多いから逆に心配かもね。で、あ、そう、その子たちが話が韓国人の男性って優しいですよね。でも自分にだけ優しくしてほしいってみんな言ってたじゃん。本当に。バラのイメージがちょっとありますし。バラのイメージがちょっとあります。バラ。あるのかな。多分こんなに優しいんだったら自分じゃない人にもされるのが嫌だっていう今度は束縛になっていくよね。うちうち。なんか日本で
韓国男性にそんなイメージがありますじゃな、うん、これ子もそんな考えるちょっとしますじゃないの、うん、それが私ともし別れるはめはもう一回韓国人男性と付き合う、それは私ケニアサラン最後の脅しに終わりますよ。おてきえ次ね、もし私ブレイクアップはめよ、次日本人とラブじゃ、うん、なんで日本人いいか、でも今回はちょっと違う、日本男性とラブこれ脅ししたかったから、これ面白くない、脅ししたかったからよ、これ脅ししたかったから、うん、これ新しいやつの店、うん、おて、また私のも待ってば、にゃー